はい、それでは始めさせていただきます。もう最初の題名に入っておりますように、和歌が解き明かす古代史というのを、まあ、あのあたりでも2冊出しとるんですがね、それに基づいて最初に出したのはその真実の仁徳天皇という本でございます。今日はそれの、まあ、ガイダンスみたいになりますけども、歌を中心にですね、仁徳天皇という結構古代史に名高い天皇さんが、実は日本書紀に残された大佐崎天皇が実は偽物ですよと、そういう話を今日いたします。はい、ということで真実の仁徳天皇ってそういう意味ですね。本物の仁徳天皇さんは誰だったかという話でございますね。この本来は北九州古代史研究会でございましたけども、3年ぶりの再開で、今回は、和歌中心、万葉集中心にお話を進めてまいります。一応ここに仁徳天皇さん、こういうところから取ってあります。はい、明治19年に書かれた絵ですね、部分です。はい、まあイメージ図ですので、実際本物を写したわけじゃありません。さあ最初にですね、古事記の方に非常にこう短くまとめられた内容がございます。これがもう仁徳天皇さんのほとんど全てと言っても過言じゃありません。だから最初はこれゆっくりやりますね。古事記の仁徳記でございます。そこで、天皇がですね、でこれは通説の歴史書では、この古事記ではこれを高き山、高い山と解釈しました。でこれ私が万葉集調べよったらですね、万葉集13番歌に実は高山と書いて、これ家具山って読んであるんです。あ、これ万葉集13番の家具山だと。そうするとそう読み替えた瞬間に、家具山に登って四方の国をご覧になっておっしゃることには、国の中に人民の炊事の時の煙が立っていない、国は皆貧窮しているぞ、だから今から3年に至るまで残らず人民の絵付きを免除せよとおっしゃった。つまり税金も労働もさせなかったっちゅうんです。3年間無税、蘇葉町の用もなし。はい、そういうことでございますね。でそこで税金も取られませんから、大殿御殿が破れ壊れて、残らず雨が盛るけれども、なぜ税取りませんから、修理することもなく、で箱を持ってその盛る雨を受けて盛らないところに移り、雨漏りを避けなさった。江戸時代の貧乏長屋みたいなお話です。天皇さんがですよ、皇后さんと一緒に盛るところに箱を置いて、盛らないところを点々と3年間も移られてたんじゃないですよ。はい、日本書紀などもっと細かく書いてあります。食べ物は酸っぱくなるまでは食べられたと、残り物をお食べになったんですよ、仁徳天皇さんって方はね。はい、そういうこと書いてございます。で、後に3年経ってからです。だからいわゆる政体の国見のことなんですがね、国見はですね、その最初に登られた時に人民のかまどから煙が昇っていない、いいかしぐ煙が昇っていない、だから3年間税を取るな、働かせるなとおっしゃった。3年後に2回目の国見をなさるわけですね。後に、3年後です、これ。3年後に国の中をご覧になると、国に人々の人民のいいかしぐ煙ですね、炊事の煙が満ちていると。そこで大御田から人民が豊かになったとお思いになって、今はもうよかろうと絵付きを仰せなさった。そこで大御田からは栄えて枝地に苦しまなかった、だからその御代をたたえて聖帝の御代というのである。これが仁徳天皇さんの本質です。キーワード、3年です。3年税を取りにならなかった。国火はその3年間の間の始めと終わり2回です。
最低2回ありました。国見がね。それからもう一つはですね、そういったことで、心問題、ここですね。かぐや山はどこかっていう大問題です。でしかも表記は万葉集と古事記は同じで、表記は高山なんです。普通この高山をすぐにかぐや山って読める人いません。万葉集を研究した人でなければまず無理です。はい。でもしかし古事記と万葉集、ここが共通してたんだってことに初めて気がついたわけですね。さあ、それで天のかぐや山、これをもう二十数年前から探し続けました。見つけました。小倉の隣です。はい。河原の河原三山ですね。この三の竹、これが多分天のかぐや山です。と古事記日本書紀、あるいは仙台九字本義の中に、かぐや山から金と銅が取れたとはっきり書いてあるんですね。これだけだったんですよ。え、金と銅が取れる？奈良県のいわゆる大和三山のうちの天のかぐや山、あそこはなーも取れんとうです。いや、古事記日本書紀に天皇家の歴史書にそう書いてあるんですから。いや、金と銅が取れる山だと。そしたらこの河原三の竹、ドンピシャです。この三の竹の隣、斎藤書です。まず銅が絶対取れますね。それからここに挙げてあります、この自然金、これは三の竹の横鶴鉱山という、かつて掘られたところですけどね、その壁から、昭和のですね、鉱山技師の方が本当に、まあ、ものすごい直感でこの、親指台ですかね、親指台の自然金、でかいですよこれ、自然金ですから、これだけの大きさでもね、この鉱石私手に取らせてもらったことあるんです、河原で。やっぱり斎藤町の方です。お亡くなりになりましたけどね、事故でね。はい。もうこれをもう手に取ってもうしげしげ眺めた時に、あ、もうこれでかぐや山決まったと。奈良県なんかもう真っ赤な偽物じゃと。もうそこから、え、じゃあこの古事記に書いてある聖帝、このかぐや山、高山とかかぐや山にお登りになった天皇さんがいらっしゃると。それで国中をご覧になっていると。で、煙が立っていない、だから3年間税をお取りにならなかった、これを聖帝の御代と申し上げるんだと、そう書いてあるんですね、古事記にもね。日本書紀はもっと詳しく書いてあるんですよ、この後半に出てきます。で、そうしますとですね、今度はですね、このかぐや山が決まった途端にですね、これ大和三山になっちゃうんですよ。耳鳴り山、そして畝尾山で、これ昭和10年の河原岳で、60年前はまだ一ノ岳あったんですね、昭和10年ね、あったんでございますよ。そしてこれ三連山ですから、これ頂上稜線畝でしょ。イザナギの御事がイザナミの御事を失った時に流した涙から生まれたあの神様が、かぐや山のうねおのこのもとにます名は泣きさわめの神って、これも古事記に書いてあったんですよ。ああ、じゃあうねび山もあったと。うねお山でしょ、おをびって音読みした瞬間にうねび山が出てくるんです。じゃあ奈良県の大和三山、絶対偽物です。あれ天でバラバラです。あっちは絶対永遠に未来永劫うねび出てきません。それをバラしたくないために、後に傍らとか、それからファイヤーの火を当てたりしてうねび山って表記するようになった。これも古事記を全部しらみつぶしに調べていた、ここに書いてあるやないかと。じゃあこれがかぐ山で、これがうねび山だと、こうなってしまったわけですね。これをカラー化しました。でまた万葉集29番歌に、柿の元の人丸の読んだ歌で、近江の荒れたる都を過ぐる時の歌に出てくるんですが、出だしが玉だすきうねびの山なんですね。やっぱりこの火の字が当たってる。で、玉だすきってネックレスです。これ古代のネックレスです。とここに見事にネックレスをかけたような溝がこう見えるわけです。これも向こうの奈良県だと全然こんな場所ないですね。
くびれの部分が全然ないですね。だこれも梅火山、これ決定だろうと、まあ、そういったことが思われたわけなんですね。これ今のソフトでカラー化しました、さっきの白黒写真をね。いい時代ですね。あの白黒映画をカラー化できますでしょ。あれと同じ手法でさっきの白黒写真、これをこうやってカラー化したんです。はい、いい時代ですね。さあ今度は日本書紀参りましょう。それで応神天皇の中にですね、これが出てくるんでございますね。40年の春正月の鹿戸牛の1日土の餌猿に、スメラミコと、これは応神天皇です、仁徳天皇のお父さんですね。大山守の御事、そしてここに大佐崎の御事。日本書紀ではこの大佐崎の御事が仁徳天皇だって書いてあるわけです。でもう最初に言いましたね、実はこれ偽物だったんですね。はい、召して説いておっしゃることには、お前たちは子を愛するかとおっしゃると。でこの時に、王神天皇は常に宇治の脇イラツコ、もうここで焦点出ました、この人です。この人を立てて大使となさろうとするお心があったと。ここで二人の巫女の心を知りなさろうと思った。そこでこの問いですね、お前たちは子を愛するかと、問いを発しなさったと。そこで大山守の御事の体言を喜びたまわずで、大山守の御事は長男がやっぱり一番可愛いってこと言っちゃったんですね。でこの時正直言います、この宇治の脇イラツコさん一番幼かった。で応神天皇はこの一番下の宇治の脇イラツコを大使にしたかったんですね。ところが大山守の御事はもう率直に、いや長男が可愛い、一番上が可愛いとこう言っちゃったんですね。で、木の上に宇治の脇イラツコを立てて棺となしたもうということで、もう一人の大佐崎の御事は、いや私はね、幼い小さい方が可愛いって、もう応神天皇の心を読んで、現代風に言いましょう、忖度して、それで宇治の脇イラツコを立てたいと応神天皇父が思ってるから、自分の腹違いの弟の方を、まあ、推薦しちゃったわけですね。その結果です。はい、で、宇治の脇イラツコが日本書紀ですよ、これが大使になっちゃったんですね、棺と、まあ、したもうと。でその日に大山守の御事、気に入らん返事をした方は三千林野をつかさどらさせなさった。それから大佐崎の御事をもって、これは非常に気に入った答えをしたんで、大使の、補佐として国事を、知らせなさると、おとりにならせると、まあ、こういうことが応神天皇記にわざわざ書いてあるんですね。で日本書紀は徹底して宇治の脇イラツコが皇太子、棺の御子だとございます。これしっかり覚えておいてくださいね。さあでそこに至るまでの応神天皇記にまた大使宇治の脇イラツコ、ここもう大使になってますね。これだから本当は順番おかしいんですよ。40年でしょ、40年に宇治の脇イラツコを建てたんでしょ。ところがこれ順番狂っとんですよね。応神天皇の16年にもう大使宇治の脇イラツコって書いてあるんですよ。だからこれ真面目に読んだらですよ、いや年代ずれとろうと、簡単にずれとるでしょ。これに歴史学者だったって誰も気づかないんです。私頭悪いから、あれ40年に皇太子にした、え16年のじゃあ太子何なのと、28年の太子って誰なのと、これ記事がもうバラバラってすぐ分かりますでしょ。いやこういうことすら歴史学者さんたちは同じ日本書紀読んでも誰も気づいてくれないんですよ。えなぜと私本当頭悪いんです。順番違うっていう感じだから日本書紀は記事がバラバラにされてますよってことすぐ分かるんですよ。はい、そしてワニさんが来るんです、百済から、ね、でそこで大使宇治の脇イラツコの師匠となさると。それで書店籍を、これ大体儒教関係ですね、中国の儒教関係です。大学中庸論語申しとかですね、はい、論語大学中庸申しですね、などをワニに習いなさると。でそこに通ぜざるはなかったと。でいわゆるワニはこれ
文のおびとらの始祖であるとこう書いてありますね。文のおびとですから多分歴史観か何かですね、記録の役ですね。で28年の9月に駒の国司王が使いを使わして朝貢したと、そこで票を立てまつった。その票に言うことには駒の王が日本国に教える、駒の王は偉いんですな、日本国に教えるですからね、大和の国に教えると言うと。で時に対し宇治の脇伊良子がその票を読んで怒って、駒の使いを責めると、票の様の嫌なしですね、礼儀がないことをもってそこでその票を破り捨てたという、非常に勇ましい太子像が出てきますね。ここだけですね、宇治の脇伊良子さんが怒った場所はここだけです。他はもう非常に心優しい天皇さんなんですよ後にね。さあそして、これがまたもう一人のキーパーソンですね。で天皇は日向国の諸方の君の娘名は上長姫、上長姫です。